よ。ずいぶん早いのね。さ、いつものようにお目覚めましょうね。まあ、おいしそうだわ。おいしい。白石のおじさん、おはようございます。おお、生き坊かい。おはよう。またお目覚めの催促かな。さ、お上がり。こぼれる、こぼれる。ストップ、ストップ。ありがとう。バイバイ。バイバイ。バイバイ。おや、こっちだな。お前、うるさいぞ。冷たい、冷たい。おめでたい、おめでたい。ああ、これで一安心。もう雨には濡れませんよ。あんたに冷たいわ。どっかで雨宿りをしよう。どこがいいかしら。あ、そうだ、白石のおじさんのところがいい。ひどい雨だね。そろそろ戸でも閉めるかな。白石のおじさん、雨宿りをさせてください。あ、おじさん。白石のおじさん、あの庭の木をも中に入れてあげてください。お願いでございます。お願いでございます。ダメダメ、入れることはできんのだ。なぜあの庭の木を入れてくれないんですか。それはな、あの庭の蝶の羽の色が違うからじゃよ。それで入れることはできんのじゃ。おお、これこれ、どこへ行くのじゃ、雪も。いいえ、僕一羽だけの雨宿りでは嫌です。三羽一緒でなければ嫌なんです。さよなら、おじさん。入れてちょうだい、入れてちょうだい。あ、雪男さん、どうして。ダメ、ダメだったの。だから三羽一緒に雨宿りのできるところを探そう。さあ、元気を出して。
あれはさっき僕を助けてくれた三番長だ。よし、今度は僕が助けてあげるぞ。君ちゃん、しっかり押し。お、何をするんだい。秋の小鳥さんが投げてくれたのよ。小鳥くん、ありがとう。これをかぶって雨宿りをしよう。君ちゃん、もう大丈夫よ。そうともそうとも、もう大丈夫だ。さあ、もう一枚。冷たいよ、もう冷たいよ。冷たいよ、もう冷たいよ。なんだ、あんなやつ。冷たいよ。助けてしまえ。あ、小鳥くん、どうもありがとう。ありがとう。さあ、今度は僕の番だよ。あれ、僕の番ないよ。冷たい冷たい。雨こんこやんとくれ。いや、お天気になっちゃったよ。あ、お天気になったって。あ、本当だ。お天気お天気。帰ろう帰ろう。小鳥のクロスケさん、ありがとう。どういたしまして。いやあ、これはこれは。どういたしまして。さようなら、クロスケさん。いや、これはこれは。これはこれは。よう、仲良くしようぜ。